この窓口は再犯を未然に防ぎ、新たな犯罪被害者を生まないことを目的に、県が県内の社会福祉法人に委託して設置したものです。窓口では再び罪を犯した人やその家族、支援者からの生活上の問題に関する相談に、社会福祉士や精神保健福祉士が電話で対応します。県によりますと、おととし、県内で一定期間、刑法犯で摘発された人のうち、再犯者の割合は 46.2% でした。相談は毎週火曜日と水曜日の週2回、午前9時から午後5時まで電話で受け付けています。